皆さん、こんにちは。リコです。明日、ソータが出演するテレビがあるということなので、今週も少し早めになりますが、B ファーストのスケジュールをお届けしたいと思います。トピックスは3つです。1つ目が、メインストリームが再生回数トップにという件。2つ目が B ファーストのスケジュール3月23日から31日分。3つ目が B ファーストライブイベント情報のまとめです。 はい。ということで、まず一つ目、BEFIRST メインストリームが再生回数トップにというお話なんですけれども、この件については、X をされている方についてはすでにご存知かなと思いますが、BEFIRST オフィシャル YouTube に投稿されているすべての動画の中で、メインストリームのミュージックビデオがついに再生回数第1位となりました。 いやー、これを達成した時にはちょっと何と言っていいかわからないようなすごく複雑な気持ちではあったんですけれども、ここからまた BEFIRST が新たな未来に向かって動き出したんだなという気持ちでいっぱいです。つい先日までは BEFIRST のオフィシャル YouTube の中では、シャイニングワンがリリース以来ずっと再生回数が一番多い動画だったわけですけれども、実はセットセールのリリース日に、 このシャイニングワンの再生回数をバイグッバイが抜かしてバイグッバイのミュージックビデオが b ーファーストのべての動画の中で再生回数が一番多いということになりましたそこから約1ヶ月ほどで今度はそのバイグッバイをも抜いてメインストリームが b ーファーストオフィシャル YouTube の中で最も視聴されている動画ということになりましたなんだかものすごく感慨深いですね 一歩ずつ一歩ずつ歩みを進めてきたシャイニングワンそしてビーファーストの代名詞と言っても過言ではなかったバイグッバイそんな先輩たちをメインストリームがリリースから約半年で抜き去っていって再生回数の一番多い動画になったということで、この瞬間を見届けられて本当に良かったなと思いますし、ものすごく嬉しくもありますし、少し寂しい感じもあって、 何とも言いようのないとても不思議な気持ちになりました来月にはマスタープランのリリースも控えていますのでまたこのマスタープランのリリースの時にはメインストリームをもってしても想像がつかなかったくらいのスピードでもしかしたらマスタープランが駆け抜けていってくれるかもしれませんここから先は b ーファンストが新しいミュージックビデオをリリースするたびにその動画が今までの ミュージックビデオの中で一番再生回数が多いということがどんどんと更新されていくのかもしれませんがそんな BEFIRST の全ての歴史を見守ってくれているシャイニングワ o やバイグッバイという2曲がこれからも私たちの心の中で支えとなっていってくれるんだろうなととても頼もしく思っていますはい、そんな BEFIRST ですがついに来週は 読売巨人軍の開幕戦に伴いまして、東京ドームで国家成勝という大役を任されることになりますので、そんな b ファーストの来週のスケジュールを見ていきたいと思います。3月23日土曜日、本日雑誌シュプール2024年5月号増刊版が発売となりましたが、こちらの表紙と14ページ特集に b ファーストが掲載されていますね。 いや、本当に今回また見たことのないめちゃくちゃかっこいい魅力がいっぱいですね。はい。そして17時からは JWAVE にて Amazon Music Million b i l l i o n 今週はりょうきとしゅんとがナビゲーター。レオが対談企画に出演です。18時からは Amazon Music にて Amazon Music Million b i l l i o n Podcast が配信開始となります。りょうきとしゅんとの出演です。 18時30分からは Twitch にて Amazon アマゾンミュージ i クミリオンビリオン今週はレオの担当ですそして本日19時から YouTube にて What's the Masterplan の第2話がプレミア公開されますねマスタープランのリリースに向けてまたどんどんとその全貌が明らかになっていくのがとても楽しみですね はい。そして3月24日日曜日、23時30分からテレビ朝日系にて、カンジャム完全燃焼総集編。こちら、先日、ソータが三浦大地さんやユリナジアさんたちと一緒に出演したダンス特集の回の未公開シーンが放送されるということですね。いや、本当にあれは神回だったので、未公開シーンをまた見ることができるということで、とても楽しみですね。 23時59分で配信終了となりますのが、レミノにて現在配信されています、スターライトプラス2024。こちらが見逃し配信終了となります。3月25日月曜日、午前7時59分でティーバーにて配信終了となりますのが、ラビット3月18日、レオが出演した回の配信が終了となります。 ラビットさんについては3月29日が3周年記念日ということで来週3月25日以降は3周年記念ウィークということのようなのでまたどこかのタイミングでレオも出演するかもしれないなととても楽しみにしています3月27日水曜日雑誌アクティマージュ08こちらに宮間良樹さんが掲載されます しかも今回のアクティマージュについては、マーゼルがバックカバー端末の特集で掲載もされていますので、マーゼルと宮間良樹さんの掲載ということで、これはめちゃくちゃ楽しみですね。はい。そして3月28日木曜日、b ーファーストザムービービーザワンの d v d b l u レ r a y 発売を記念しまして、いろいろな企画がこの日からスタートします。 ざっとお話ししていきますが、詳細は概要欄のリンクからご確認いただければと思います。企画が大きく分けて5つあります。1つ目がポスター掲示抽選プレゼントということで、全国のタワレコでこちらは開催されます。4月8日までです。2つ目がパネル展開催。こちらはタワレコの対象店舗で開催されます。4月8日までです。そして3つ目、衣装展が開催されます。 開催場所が4つありまして、1つ目、タワレコ渋谷店。こちらでは、ソータとマナトの衣装が4月8日まで展示されています。そして、タワレコ名古屋近鉄パッセこちらでは、リュウヘイとシュンとの衣装が4月8日まで展示されています。3つ目、HMV& ブックス渋谷。こちらでは、ジュノン、レオ、リョウキの衣装が4月3日まで展示されています。 そしてこの3つがすべて終わってからなんですけれども4月16日から21日までタワレコ梅田ヌー茶屋町店にてメンバー全員分の衣装が展示されるということですはいそして4つ目スペシャルレシートということでタワレコよびタワーミニ全店にて4月8日までスペシャルレシートが発行されます5番目 h m v ブックス渋谷にて 非売品ポスター抽選キャンペーンが開催されます。4月3日までです。ということで、ビーザワンのリリースを記念していろんな企画が開催されますので、ぜひぜひ店舗にもお出かけになってみてください。詳細は概要欄のリンクからご確認ください。午前7時59分まで TVer にて、ラビット3月21日レオ出演会の分が配信終了となります。 そしてこの日は18時からパンドラオーガナイズドバイアイルザショータが開催されますね。こちらになんとなんとショーマイナーサベージが出演ということで久々のショーマイナーサベージのライブですね。こちらチケットはすでに完売となっておりますけれども、アベマにて独占生配信がありますので、そちらでご覧いただくことができます。 パンドラオーガナイズドバイアイルザショータアベマ独占生配信ということでこちらはリアルタイムでの配信となっておりますのでお気をつけください。料金は2000円です。こういった配信については生配信が終わり次第すぐにアーカイブ配信されることが多いかと思いますが今回はアーカイブ配信はすぐには始まりませんのでご注意ください。3月28日の18時からリアルタイムで配信されて アーカイブ配信については4月13日土曜日の20時から開催されるということになっておりますので2週間ほど期間が空いてからしかアーカイブ配信はご覧いただくことができませんのでその点はご注意くださいその他の詳細は概要欄のリンクからご確認くださいはいそしてこの日23時59分で販売終了となりますのがライブインドーム2024メインストリームマスタープラン 大阪公演の EC 事前販売分が終了となります。3月29日金曜日、この日は大事な予定がたくさん入っていますね。まずは BEFIRST THE MOVIE BE THE ONE BLUELAY&DVD のリリース日となります。おめでとうございます。さらにこの日、ジョナス・ブルーさんのニューアルバム TOGETHER がリリースとなりますが、その中に Don't Wake Me Up Feet BEFIRST が収録されているということです。 はい。そして0時からは MTV にて MTVVMAJ2023 が放送されます。そして0時54分からは日本テレビにて今夜開幕 b ァーストレオの巨人×阪神見どころプレゼンという番組が放送されます。5分間の短い番組のようなんですけれども b ァーストレオのということで、レオの名前が銘打ってある野球番組ということで、これはめちゃくちゃ嬉しいですね。 もしかしたらまた関東ローカルなのかもしれませんけれども、開幕戦に向けてこちらも要チェックですね。15時40分からは、ワウワウにてハイローザ・ワーストクロスが放送されます。宮脇良輝さん出演です。そしてこの日17時30分から、読売巨人軍開幕戦の球団創設90周年セレモニーが東京ドームで開催されますね。B ファースト関連のスケジュールをざっとお伝えしますと、 開幕セレモニーは17時30分からで、17時35分頃から b ファーストスペシャルパフォーマンスが披露されます。そして17時55分頃に b ーストの国家聖唱が行われるということです。先日の動画の中でもお話ししましたが、この開幕戦セレモニーも生中継で見る方法としては、どうやら3つあるようです。1つ目が CS の日テレジータス。2つ目が ジャイアンツ TV の配信、そして3つ目が Hulu の配信。この3つの方法であれば、リアルタイムで開幕戦のセレモニーもご覧いただくことができます。その他、地上波日本テレビ系全国ネットでの放送は18時10分から、そして18時15分から TVer での配信もあるということになっています。ビーファーストの勇姿を皆さんと一緒に目に焼き付けたいと思います。3月30日土曜日。 午前5時44分まで TVer にて配信終了となりますのが夜明けのラビット3月18日と21日にレオが出演しましたのでそちらの未公開シーンなどが配信されていますそして12時からはテレ朝チャンネル1にてテレビ朝日ドリームフェスティバル2023特別版 Day1&Day2 が放送されます17時からは JWave にて Amazon Music Million Billion 18時からアマゾンミュージックにてアマゾンミュージックミリオンビリオンポッドキャスト18時30分からはスイッチにてアマゾンミュージックミリオンビリオンです3月31日日曜日17時から日テレプラスにてバズリズムライブ2023 Day 3が放送されますはい今後1週間のスケジュールは以上です最後に B ファースト出演予定ライブイベントの情報をまとめに行きます 今週は特に新しい情報は入っておりませんので、先週と同じ内容となっています。28日のパンドラに関しては先ほどお話ししました通り、ショーマイナサベジの出演が発表されています。場所はゼップ羽田での開催、そして当日は生配信があります。 そして翌日29日金曜日には、読売巨人軍の開幕戦、球団創設90周年セレモニーに b ー s t が出演して、スペシャルパフォーマンスや国家聖唱を披露します。こちらに関しましてもチケットはすでに完売となっているようですが、どうやら当日に立ち見席の販売があるということです。こちらはもちろんセレモニー専用というわけではなくて、野球の試合をご覧いただくためのチケットとなっています。はい、以上です。 気がつけばもう3月も終わりということで、次回このスケジュールを投稿するときには、いよいよ宮山良樹さんが出演する虎に翼、こちらもスタートとなりますし、マスタープランのリリースに向けてもまたいよいよ本格的に動き出すんではないかなという感じもしますので、とても楽しみです。はい、以上です。どうもありがとうございました。リコでした。